始まりました、車の話坂戸店のコーナーです。はい、ようやく戻ってまいりました。はい、坂戸店に帰ってきました。はいはい、よきさん、いえいえ、戻ってまいりました ね。そうですよ、新シルラリーも行って。そうですよ、もう最後いつやったのか全く覚えてないですけどね。はい、だいぶね、はい、濃密な日々がね詰まってますね。そうです、そうです。はい、というわけで本日はですね、お、よきさん車買ったじゃないですか。買いましたよ、この後ろにある308GTI、はい、影響されて僕も車買っちゃいましたこの世で最もベンツが似合わない男、はい、世界一ベンツが似合わない男誕生いたしました。世界の山の子、いいですね、この似合わない感じがありますよね、山津さんね、これ、はい、ベンツ、しかも広瀬さん、これ AMG です。いや、すごいね、はい、A45 フォーマチック4輪駆動、はい、何馬力、381馬力、絶対扱いきれないですからね、はいはい、出た当時は2リッターの中で一番馬力が出てるエンジンだったんですよ。2リッターなんだこれ、はい、全然スバル三菱ダメじゃん、勝てないじゃん、そんなことやるから、ね、でもこれ馬力規制とかいろいろあったじゃないですか、まあ、昔の話かもしれないですけど、確かに、まあ、現行の、ね、A45 は421馬力ありますけど、お、はい、まあ、とはいってもこれも308馬力やったら、まあそれはもう12分過ぎるぐらいのね、パワーがあるお車なので、はい、まあ、今日はぜひひろきさんに乗っていいですか、芝居ても、はい、乗っていただきたいなと思いまして乗ってきました、はい、じゃあちょっと内装のチェックからいろいろ見てみましょうか。そうですね、はい、川の匂いが統一車ならではの、実はこの川の匂いを酔っちゃってるって全然ダメなんです、ね、苦手って言ってましたね。そうそうそう、車自体は好きなんですけど、この川の匂いがダメですよって、はい、まあ、このシートとか、まあ、あとはフロントのデフとか、まあ、いろんなパフォーマンスのバネとかも入ってる、オプションがついてる後期が全然出てこなくて。なるほど。で、探しに探した結果、出てきたのがこの赤だったと。すごいですね。はい。え、これ相場でいくらぐらい？まあ、相場でやっぱり300中盤ぐらいですかね。あ、そうなんだ。はい、結構するね。なんですけど、まあ、状態も良かったので、この車を買いました。ね、そう、このバケットも、このサポートの部分を幅広くしたり、狭くしたりできる。まあ、シートヒーターもついてますし、何より疲れない。ああ、これ大事ですね。あと、かっこいい。これ燃費どれぐらいいける？燃費が、今、僕がやってる限りだと、下道で大体11から12、高速で14ぐらいです。あ、そうなんだ。いいよ、一昔前の国産のラネゴとかクリスの商品が4キロ馬力で一体5キロとかで、そうそうそう、倍ぐらい走ってくれるんですよ。リッター8いったらすごい、とんでもねえ感じです、まあ、高級感もありつつ、まあ、ほどほどに経済性もありますよと。なるほど、なるほど。いう1台になってまして、似合わないですね。この聞こえました？中学校2年生がめっちゃ好きそうな音してます。中学校2年生これ大好きです大好きですね、これね、これすごいわ、まあ、最近ねバブリングでね結構ねやられてる方も多いですけど ね。確かに、いやすごいね、はい、すごいんです。いやいやいや、素晴らしい車だと思いますよ。はい、じゃあ行ってみますか。行ってみますか。もう紹介大丈夫ですか。紹介ですか。皆さん気になるところありました？いや、もう特にない。あ、特にないですか興味なさそうですね今日はね。いや、うん、いや、まあすごいなって、すごいなって思いますけど。すごいな、小学生並みの感想ですそうそうそう、はい、これ何年モデル？これが2016年式です。あ、そんな前じゃないね。じゃあ、はい、でももう7年前なんですよ。じゃあ新車価格でいくら？新車価格で720万円だったかな。 720? 随分じゃあ値段が落ちるんですね、メルセデスでは。まあ、やはりまあ外車なので、まあ、正直値落ち度合いはあるかなっていうところと、まあ、あとはこの同じセグメントだとやっぱりゴルフとかって皆さん比較されますけど、うんうん、うわ、ドイツ車の匂いだ、はい、そう、あとここにあの下にあのハーマン&カードンのんオプションなんですけど。ハーマン&カードン、はい、おうおうおう、これ何？これあれなんです、アンプです。あ、これもオプションなんです。ついてるわ、はい、なんで音もかなりいいんですよ。へえ、はい、いや、なんていうかな、この独特のドイツ車の匂い、独特の匂いがありますよね。何なんだろうね、これ酔っちゃうんですよね、この独特の匂いで、うん、僕は好きですけどね。まあ、正直前僕ゴルフ乗ってたじゃないですか、うんうん、ゴルフと比べると正直荷物はちょっと乗らないです。あ、そう、はい、ただ普段そんな荷物も乗せないので。なるほど。あまり気になりませんでした、
じゃあ乗ってみましょうよ、せっかくなんで、はい、というわけでひろきさんに乗っていただきたいと思います。試乗コーナー、はい、行ってまいりたいと思いますが、はいはい、じゃあ行ってみますか、はい、飛ばしすぎないでください、ね、飛ばさない、人の車ですからそんなことはしません、はい、行ってきたいと思います、はい、さあ山中本体の車を芝居ていこうかなと。どうですか乗り心地的に。なんかずっしりしてる、プジョーに比べるとだいぶ全然ずっしり感はある。今のところまだアクセル踏んでるだけだと速さは感じないですね。あ、でもなんか乗り味全然違うな。こっちの方がなんか全体的に硬く作ってるイメージ。硬く作ってるとどういう変化があったりするんですか。あのハンドル切った時の動きだったり、こういう切った時にどのぐらいで曲がるかなみたいな、そういったところのインフォメーションが全然違ったり。うるさいですね、マフラー勝手にマフラーがこうバラバラ言うんですね。これはい、というわけでひろきさん、はい、試乗終わりましたけど、お疲れ様でした、はいはい、どうでしたか。いや、なんかその AMG の方がなんて言うんだろう、完成されてる、めっちゃ完成されてて、でよく言ってしまえばなんか 速いのは分かるんだけど、なんか操作感がもうちょっと欲しいなっていう。まあマニュアルじゃないっていうのもあると思うんですけど、そうアクセル踏めば速いし、あとこう減速した時のあのバブリングがちょっとうるせえなってまあそれはちょっとうるせえなって、まあ車のキャラクターみたいなことですね。はい、いやこれ乗ってるからかもしれない、これめっちゃ静かっしょ、うん、そう静かめっちゃ静か、だからなんかあうっさみたいな、うん、乗っててそんな感じでした。はい、なんか乗り比べると、まあ本当に自分の車はなんかこういう運転してくださいみたいな感じがちょっとするんですけど、こっちはなんかこうお前の好きなように乗れよみたいな、なんか懐の深さがあるような気がしますね。あ、まあ柔らかい、全体的にこっちの方が柔らかいし、こっちはがっちり作ってあるから、うん、乗ってる感じこっちは本当にしなやかっていうか、うん、まあどんな運転してもとりあえず許容するかなっていう、うん、こっちは逆に硬いから、ある程度こういう運転の仕方っていう型にはまった運転しないとちょっと難しいかなっていう感じがする。あと内装とかもやっぱり運転しながらいろんなところを見ると結構違いがありますよね。そうね、うん、まあ、作り方がそもそも違って、うん、なんて言うんだろうな、わかんない、なんて言うかわからないけど、まあ、ドイツらしいし、こっちはフランスらしいし、なんかシンプルを極めたらフランス車の内装になるし、なんかちょっと豪華っていうかきらびやかな感じのドイツ車っぽい感じが、シートを見てもそうですよね。あ、まあね、はい、ほどほどに柔らかいから全体的に、うん、まあ、ガチガチしてないから、まあそれはそれでいいかな感じではありますけど、はいはい、というわけで次回の車の話坂戸店のコーナーもぜひ楽しみにしていてください、はい、というわけでチャンネル登録とぜひ高評価もよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。
車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。